あ、ガラスの。水平なとこがそこ違う。よろしく。始めます。試合の後半の方が順次行っていきます。小宮山選手、59.9 ですね。 OK です。はいよ。ゴッシュ選手60キロジャスト OK です。選手の調印式並びに会見の方から行いたいと思います。では、まずは両選手から試合の意気込みをお願いしたいと思います。今までいっぱい練習してきたので、明日は全てを見つけられるように頑張りたいと思います。以上です。明日は、王者らしい試合をしようと思っています。頑張ります。そうですね。ゴシュキ選手は無敗の挑戦者です。あとは作戦とかは練ってるんで、あとは明日それを試合で調整して合わせて覚えです。やっぱりとても強くてとても速い選手だと思うので。その速さとかに翻弄されないで自分のペースで戦いたいと思います。その辺は、ダブルで両方しっかりできるように記憶に残る試合と、王者らしい試合、王者らしい試合をすれば必ず記憶に残る試合になると思うので頑張ります。やっぱテクニックでもいいんで相手の方がいると思ってますんで、自分は気持ちで負けないように頑張りたいと思います。ですね、今年のプランといいますか、しっかり防衛して、そうですね、ライズが一番強い、ライズの選手が、一番強いっていうことを証明していきたいですね。ただ自分はベクトルを一つも持っていないので、次の試合にかけて、次の試合だけにかけて、まずは頑張りたいと思います。以上です。お願いします。明日に控えて、今のコンディション。今回かなりいい感じで仕上がってるんで、明日楽しみです。会見を終えて対戦相手の今の印象っていうか、そういうのがありました。そうですね、対戦相手もすごいいい表情してたんで、明日はね、すごい試合になると思います。楽しみです。明日今の自分の中で考えてる、理想のパターンっていうのがありました。そうですね、明日は3ラウンド以内に KO することですね。結構お客さん入るらしいですけど、そこら辺どうですか？多分メインの小宮山戦の試合を見に来てる方が多いと思うんですけれども。いやー、そうですね、やっぱりお客さんにもしっかり楽しんでもらえるように、明日はタイトルマッチで5ラウンドあるんで、でも僕の試合までがちょっと長いんで、しっかり、3ラウンドぐらいでKOできるように頑張ります。皆さん明日は応援よろしくお願いします。頑張ります。